16年参議院、17年衆議院、19年参議院、それから21年衆議院、国政選挙ね。それ以外にも、まあ、維新はもう地方選挙でも呼び出されるやんね。はいはい、あれは、党代表や。で、その時ね、まあ、もう本当に、まあ、こういう旅行ならいいけどね。応援の旅行で、で2泊、3泊しながらね、晩飯だけ楽しみだから、その時に、やっぱりちょっとええ飯食うよね。それがやっぱりね、ちょっとこう、ちょっとこう、表に出したくないっていうのがあるんじゃないの。でもそれは表に出して、それ言うたらええんちゃいますの。いや、でもね、まあ、そこは人間やから、やっぱりこの、ちょっとお高いワインはやね、どうなのみたいなのが、やっぱりちょっと心が、隠したいっていう。私はですね、維新さんが、この、領収書をですね、公開したことをすごい評価したいと思います。正直に評価したいと思います。ただですね、これほとんどがですね、先ほど印象操作だっていう答弁もありましたけども、飲食費なんですよ。飲食費なんだから、これ会合費で出せばいいじゃないですか。なんで飲食費出せないんですか。正直に飲食費ってなぜ出せない理由があるのか教えてください。中塚博君。お答えいたします。我が党が提案する特定支出制度では、支出先の氏名や住所を明らかにすると政治活動に重大な支障を生じる恐れがあるものについて、収支報告書とは別に領収書とともに特定支出報告書を提出することとしております。その上で特定支出について、支出の相手先や領収書等の写しは提出から10年後に公開することとしているところでございます。各とともに政治活動にあたっては、外部有識者のアドバイス、選挙に関する情勢調査やコンサルティングなどあります。まだこれからゆっくり。我が党の考え方としましては、そうした観点からこれは検討した結果のということでございます。はい、福島。はい、ありがとうございます。同じ飲食店でも支出先は明らかにされたくない人としてもいい人があるっていうのはどういう仕切りなんでしょうか。お答えいたします。政策活動時の領収書公開については、我が党では利用する飲食店が大体決まっていると。具体的な店舗の情報が公開されるということで、張り込みや待ち伏せなど、政策活動に重大な支障を生じる恐れがあると。また、先方にもご迷惑をおかけする可能性があるということで、オープンにしないということを扱いとしておりますので、よろしくお願いします。堂々とお得意様で公開すればいいじゃないですか。およそ合理的な理由は見出しがたいんですよ。でもそれは表に出してそれ言うたらええんちゃいますか。いや、だからでもね、まあそこは人間やから、やはりこのちょっとお高いワインはやね、どうなのみたいなのが、やっぱりちょっとこう心が隠したいっていう。はい、今日はですね、ちょっと日曜日ということもありまして、そんなに世の中に動きがあるわけではなかった休んでもいいかなと思ったんですけど、橋本徹さんとちょっと松井一郎さんの、まあ、2人のちょっと動画についてね、少し、コメントをしてほしいというふうに言われまして、まあ、ちょっとこれが、なかなか見どころがありますので、まあ、その件について、少しお話をしていこうかなと思います。まあ、いろいろ突っ込みどころがあるんですけども、まず一つ大きいのは、橋本さんと松井さんって、価値観とか含めて、こう、シンクロしてるかのようなイメージっていうのが一般的だと思うんですけど、まあ、考え方全然真逆に近いという話がまず一つできるのと、なおかつ、そう真逆なんですが、なんかどっちかが正しいとかじゃなくて、まあ、両方がクソオブクソだということがわかるという話ですので、ちょっとそのあたりについてね、少しご紹介していこうかなと、思います。本題に先立ちまして、チャンネル登録ね、ぜひね、よろしくお願いしますというのと、新刊のマイナ保険証についての本がね、皆様のおかげで、まあ、なかなかアマゾンでは好調でございまして、まあ、ぜひ引き続き購入してもらいたいなと思います。また届いてね、読んで、まあ、よかったなという人とかは、レビューとかもね、ちょっと書いてもらえると、嬉しいかなと思いますので、どうぞよろしくお願いします。移動しているとき、沈んでいるとき、正面を進っている
早速、ちょっと本題に入っていきたいなと思いますけども、橋本さんと松井さんが、まあ、松井さんのチャンネルに動画上げてて、で、スペインでなんか話してるみたいなテイストの、まあ、ものなんですけど、まあ、どういう話してるかって言ったら、まあ、基本的に維新の今のあり方を批判してるんですね、橋本さんが。で、松井さんが、まあまあまあという感じで、ちょっとかばうという、まあ、構図にあるわけですけど、まず橋本さんがとてもクソだなと思う話からしていかないといけないんですが、橋本さんって今の維新のね、何を一番批判的に見てるかっていう話なんですけど、あ、ちなみにその元々ね、結構かばい立てること多かったんですけど、多分臨時国会で維新がなんかやらかしたぐらいからすごいなんかもう維新は滅びたらいいぐらいな感じで叩いてるんですよ。橋本さんってなんか急にね、ちょっと世の中の風向きが悪いと見たのか、まあ、維新を叩き始めてるんですけど、そんな橋本さんで何がここ最近急に態度を急変させたかっていう話の中で、なんかその、橋本さんって飲み食い政治っていうのが嫌いらしいんですよ。これ普段のツイート見てると、わかると思うんですが、橋本さんってよくね、その維新の飲み食いをしないと、なんか政治ができないっていうのはダメだっていうことで、例えばその、政策活動費の黒塗り合法化法案っていうのを通すことに日本維新の会は加担したと思うんですけど、あの時に、まあ、なんでその領収書を黒塗りにしたいのかって言われて、行きつけの居酒屋がバレるのが嫌だとかっていう話をね、してたじゃないですか。で、まあそれはアホだなという話だと思うんですけど、まあ橋本さんがそれに対して、いや、なんか飲み食い政治してちゃダメだっていうのが維新スピリッツだろうと、まあいう話をするわけですよ。はい。で、これで、まあ、突っ込みどころがいっぱいあるんですけど、まず、その松井さんがこれに対してね、おう、そうそうと言わないんですね。飲み食い政治はしゃあないと言うんですよ。で、なんでそういうのかっていうときに、その、橋本さんが辞めた後に松井さんって代表をやってたと思うんですけど、なんか松井さんが代表の時の、その2016参議院選挙以降ね、飲み食い政治してましたと。言うんですよ。はい。で、その政策活動費をね、なんで、その明らかにできないのかっていう話をね、まあ、松井さんしてるんですけど、一言で言えば、うん、お高いワインを開けたりするのが、その、地方選挙とかに行った時の唯一の楽しみだから、それは仕方ないんだっていう話をしてるんですよ。だから、政策活動費に出てた、いわゆるなんか会合費っていうので、飲食代ばっかりだったっていうので、しかも結構値段が高いというのはなんでだったんだっていう話の一つの答えとして、A ワインを飲んでたからやっていうことを、まあ、松井さんは、ね、自白されたんですよ。で、橋本さんは、いや、そんな黒塗りするなやっていう感じで言ってて、まあこれね、一見正論に見えるんですけど、まあそういう方に言って、ただ松井さんとしては、いや、なんかどうしてもここの、心持ち的に出したくないでしょみたいなことを言うわけですよ。もう、身を切る改革とか二度と言うなっていう話ですよね。で、これ橋本さんがでもね、じゃあまともなのかっていう時に、いや、そうではなくてっていうことで、最近イシンジャーとね、イシンジャーが橋本ドールをすごい叩くようになってるんですけど、これとかすごい良かったんですが、橋本さん自身がめっちゃ制作活動費もらってるんですよ。これ、まあまあ一つの見方としてね、自分が政治家の時に。で、まあ、維新者の人が、いや、なんか、早く説明しろというふうに言ってるわけですよ。これはその通りですよ。橋本さん自身はしかも、なんかもう自分のことだったら、全部説明できるみたいなことを言ってるわけですよ。でも、まあ、橋本さんって実はでも政策活動費とかもらってたことについて、多分、公の場で何使ってたかって説明したことはないはずなんですね。で、で、松井さんがね、いや、でも飲み食いって必要な時あるでしょ、みたいなことを言うわけですよ。橋本さんが飲み食い政治を否定するから。だから、橋本さんは何言ったかっていうと、俺たちの飲み食いはいいんやっていうことを言うわけですよ。はい。僕はいつも飲み食い政治をこう批判すると、いや、安倍さんとか菅さんとかとも飲み食いしてたやないかって言われるんですが、してたけど、うん、飲み食いが我々信頼につながったんじゃないんだよ。例えば安倍さんとか菅さんと飲み食いで万博決めたとかっていう話があるじゃないですか、有名なんですけど、これ松井さんの本にも出てきますけど、
で、あれ、飲み食い政治の、まあ、成果の最たるものだみたいな、まあ、話で、で、安倍さんと菅さんとね、すごい仲が良かったみたいな話をして、そういうのって飲み食い政治でうまくいったんでしょみたいなことを言うわけですよ、松井さんが。で、橋本さんは、いや、だから俺たちの飲み食いはいいんやと。維新の飲み食い、今の幹部の飲み食いには意味がないんだっていうことを言ってて、でこんな OB いたら嫌だなって感じですよね。自分たちは散々飲み食いしてきたと。橋本さんなんか飲み食い政治批判してるんですけど、自分たち飲み食い政治してきたんですよ。だから松井さんの方がある意味正直で批判されやすいですけど、橋本さんってなんかね、こんなに人間として嫌な人いるんだっていう感じですよ。だから、じゃあ皆さんに知っといてほしいのは、その維新っていうのは、なんか身を切る改革とかって言って、なんか報酬カットとかって言ってるけど、どんちゃん騒ぎしてるっていうのが維新スピリッツだっていうことは知っといてほしいですね。はい。ずっとやってるんですよ。だから馬場さんになってからじゃないんですよ。馬場さんが、もうひたすらにその政策活動費を守ろうとしてたっていうあの姿はね、コメディ性を帯びてましたけど、松井さんの時もやってたし、別に松井さん以前の時もやってたんですよね。橋本さんね、本当にひどくて、なんか、維新スピリッツっていうのは、そういう黒塗りを明らかにしていくことが、なんか、その、本丸なんだ、みたいなことも言ってたんですけど、さっきも言った通り、ね、自分の政策活動費とかあるんでね、何を言ってるんだって感じですよ、本当に。で、あと、なんかその、政策活動費の維新が死守しようとしてた、なんかもう一個理由の説明が藤田さんの中であった件についても一応少し謎が解けた部分があってですね。藤田さんって、なんか政策活動費なんで明らかにしたくないのかっていう話の中でね、その政治家と関わってるとか政党と関わってるっていう色がつくのが嫌だっていう人がいて、その人のため、たちのために、こうブラインドにしてるんだみたいなことを言ってたことがあるんですけど、橋本さんがそこら辺について暴露されてて、まあ、維新のね、から仕事もらってる人何人かに聞いたら、別に全員名前明らかにしていいって言ってたって言ってるんですよ。はい。維新の会から、報酬もらってる有識者何人かに聞いたら、いや、その名前出されても構いませんよっていうのは、ほとんどが。後ろから仲間を撃つ行為ですね。はい。でも、そういう話をされてて、名前を隠したいからっていうのは、嘘だと。結局、なんか飲み食いの高級ワインを開けてるとかね、もしかしたらまあキャバクラとか行ってるのかもしれないですけど、そういうのが、まあ、とにかく、うん、表に出すと、格好悪いから出しませんっていう、それだけの話ですね。で、まあね、橋本さんの最終的な持論としては、まあ、なんか、安倍さんとか菅さんとね、飲み食いしていろいろ決めたりしてたくせに、別に飲み食いして信頼関係を築いていくわけではなくて、飲み食いはゼロじゃないですよと言いつつ、飲み食いで、決めてましたということを言うわけですね。こいつ何やねんって感じですよ、本当に。お前の飲み食いは飲み食いで信頼関係を築こうとするダメなものだと。これ馬場さんがやってることでね。俺たちがやってた飲み食いというのは信頼関係を、飲み食い時代で作るものではなかったんだっていう。全然、ね、何言ってんだこいつって感じでしょ。本当にそんなことレベルのこと言ってるんでしょ。これジャイアンみたいな世界ですね。だからその、以上いろいろ述べましたけど、橋本さん的にはだからそのなんで維新を作ったのかとか、維新スピリッツとは何なのかとか、っていうのはその自民党と基本的な価値観はもう同じだと本人も認めてるんですね、維新というのは。はい、皆さん維新野党だと思っちゃダメですよ、やっぱり。維新は自民党と価値観同じらしいです。ただなんで自民党が嫌なのかというときに、そのやり方だと、政治のその政治のやり方の本丸に飲み食い政治があるからだというのが、これ橋本素敵維新の捉え方、創業者の捉え方ですね。はい。それによって維新を作ったんだと。で、もう今の馬場さんとかは、もう自民党より自民党みたいになってるっていう話をしてて、飲み食いばっかりしてると。そう言うわけですね。はい。で、松井さんの立場としては、まあ、飲み食いで信頼関係を築くというのは、ことするというスタイルは、まあ、あんま良くないと橋本さんに、一応、その、一緒にいるんでね、同調はしつつも、まあ、サブで必要な部分があるということを言って、飲み食い政治は最終的に OK ということを言ってました、という感じですね。両方が両方、なんか、違うこと言ってるけど、まあ、両方とも最低な野郎だなっていう感じなのと、なんか世間一般的に、
維新は身を切る改革で頑張ってるみたいなことを言われてるけど、全くそんなことはないということですね。高級ワインとか別に開けなくてもいいでしょ。なんか選挙で地方行ったら疲れてるから、高級ワイン開けるぐらいしか楽しみがないらしいですけど、それ別にね、普通に居酒屋とかでいいじゃんっていう話なんと、仮にやるとしてもね。あとは、なんかそういうね、こう、飲み食いみたいなのを政治資金の、まあ、経費的な感じで落とすっていうのが許せないっていうのが、維新スピリッツのはずなんですけど、まあ本人たち自身が完全に否定してるということで、まあ維新の存在価値はなくなってきてると。で、世の中的にもね、もう、最近共産党とか公明党よりも世論調査の支持率下がってるでしょ。あの NHK だけじゃないんですよ。ちょっと前でした。維新ちょっと本当にね、あれ大阪の水増しというか大阪という強固な支持がある県内の支持率を加味して共産党行くとかになってきてるんで、結構で、大阪でももしかしたら、もしかするのかもしれませんね。まあ一方で、これは自民党と他の野党との、まあ、関係性にも言えるんですけど、その野党が結構弱いから自民党が支持されなくても選挙自体は小選挙区だったら勝てるみたいなこともあるんで、まあ大阪ではね、あの野党がもう壊滅してるというか、自民党自体も壊滅してるんで、維新が支持率結構下げようとも、まあ、衆議院選挙になったら勝つ可能性は全然あると思いますが、ただ、まあ、想像以上に維新というのはまあその程度の政党というような認識というのが、まあ、広がってきてるというのは、不幸中の幸いかなと思いますね。はい。ということで、一旦本日の話は、こちらで終わりにしたいなと思います。ご覧いただきましてありがとうございました。